皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、月刊元気新聞11月号のご案内というテーマでお届けいたします。私が個人的に出しているパーソナルレター、月刊元気新聞の11月号が完成いたしました。今回も3つのテーマでお届けいたします。そしてまず最初、ジャズギタリスト杉山くんとの再会の巻ということで、この元気新聞でも去年の5月号かな、そのくらいに紹介したと思うんですけども、私の親友で杉山康くんというですね方が東京にいらっしゃいます。彼はもう30年以上前に一緒にこうプロのジャズギタリストを目指した同志でありまして、その彼からですね、昨年の4月に電話がありました。まあ電話があったと言っても、会社のに電話がありまして、そしてすぐに私のところにですね、会社から電話がかかってきまして、杉山という方から電話があったと。何でも昔一緒にバンドをやっていたので連絡が欲しいというね。まあなんともですね、こうミステリアスな電話だったわけですね。それで、誰だと思って電話をかけました。で、電話かけたところですね、なんと声を聞いたら思い出しました。いや、当時ね、本当に二人でよくギターを弾いてて、もう切磋琢磨して、プロを目指してたんですけども、まあ30年間ね、それ以来一度も会ったことはなかったんですけども、なんと彼はプロのギタリストになっておりまして、そして私は、こう経営者になってるんですけども、お互いこう進んだ道は違うんですけども、で、新潟ツアーがあるので、明日実は新潟市内でライブをやるんだということで、まあそんな連絡をいただいて、私ライブに行って、もう30年ぶりの再会だったということなんですけども、その杉山くんがですね、1年半ぶりにやはり新潟ツアーにやってきましてですね、加藤葵さんと加藤真由さんというボーカリストのバックで、こうギターを弾いていました。今回はですね、モンクスムードという新潟市の駅南にある、ジャズクラブでやったんですけども、やはりですね、こう、東京にね、一緒にこう、志を同じくした人と再会するっていうのはですね、なんだろうな、やっぱりこう、すごい嬉しいんですよね。できることだったらですね、こう、2、3日一緒にいてですね、お酒でも飲みたいなとは思ったんですけども、今回ですね、新潟市内に泊まるんではなくて、次の日の公演が、新潟県の村上という、まあ、一番北の方なんですけども、そちらということで、そちらにも今日は泊まるということだったのでですね、ちょっとステージを拝見して、それで別れて帰ってきたんですけども、まあ、非常に良かったと思いました。その他にもですね、再会がもう一個あるんですね、実はね。平野文子さんとの再会の巻、あとは今月の公演セミナーの巻ということで、まあ、こんな杉山くんの顔見てください。こんな感じですね。かっこいいでしょ、なんか。昔のジョン・レノンっぽくて、髪が長くて、色付きの、メガネをかけて、そして髭を生やしてるというね、なんともかっこいい彼なんですけども、彼といってはもう53歳です。ということで今日は、月刊元気新聞11月号のご案内ということでお届けしました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。